新ニュースへようこそフランス聖火大学交友会のメンバーは中国共産党を中共から1ヶ月のうちに2回人材募集の通知を受け取りました最初の通知には選任計画であることが明示され2回目の通知にはアメリカの制裁と管理下にある主要な分野であるチップなどに重点が置かれています 過去10年間中共の専任計画に参加した多くの中国系アメリカ人の学者が違法行為を理由に調査を受け裁判にかけられ判決を受けた例があります3月1日再び中共当局からフランス聖火大学交友会の WeChat グループに海外からの人材募集情報が提示されましたそれには申請条件を満たした場合は陳公士は人材に対して豊富な資金報酬を提供するとされています WeChat グループへの投稿者は選出される人材のレベルは因子に次ぐもので主な選抜条件は博士号であるその他の条件については検討ができると記されています今回の人材募集情報では先進計算機用チップスーパーコンピューター電子デザイン自動化ソフトウェア人工知能情報通信などの重要な分野の人材に特別な関心が寄せられています 注意すべきはマイクロエレクトロニクスや量子情報システム人工知能などの計算関連技術についてアメリカ国家安全保障問題担当大統領補佐官のジェイク・サリバン氏が昨年の9月16日に重要な技術分野の1つとして指摘しています昨年10月7日バイデン政権は輸出管理措置を発表しました それによりアメリカ企業は中国に先進的なチップや技術を輸出することが禁止されそれだけではなく一部のアメリカ製の設備やツールを使用して製造された半導体チップも生産地がアメリカ国内かどうかに関係なく中国に提供することが禁止されましたこれは1990年代以来最も包括的でまた最も厳格な輸出管理措置とみなされています 当局者が WeChat グループに貼り付けたフッターへの説明には、具体的な補助金は各地の政策に基づいて異なる場合があるとされています。これらのことから海外の人材を募集する活動は、小レベルまたは全国レベルの活動であることがわかります。フランス聖火大学交友会の WeChat グループは、今年の2月初めに似たような通知を受け取りました。 それには全プロセスは秘密を保ち、海外での仕事や生活には影響を与えないとする仙任計画の募集通知であり、その通知には10年以上長期間有効であるとされています。さらに通知にはフランス聖火大学交友会の皆様、全国で最も高額な報奨金が支払われる国家仙任計画が開始された。 免税とされる個人報奨金は約1300万元約2億6000万円で帰国する必要はなくオンラインで申請できる選ばれた後には2年間の猶予期間がある仲介者や第三者を介さず政府人材管理オフィスのリーダーと WeChat を通じての直接対話である全プロセスは秘密原守で海外での仕事や生活に影響を与えないとありました 通知によると人材に対する要件は以下のとおりです1博士号を持っていること2海外の有名企業の CEO または大学の副教授以上であること3若手人材に対しては40歳以下で博士号を取得後に3年以上の勤務経験があり現在外国滞在者または帰国して1年以内のものであること 通知の説明によると中国政府の人材政策を取得した場合は外国滞在経験ありとみなすということですコロナ発生前までは毎年聖火大学を卒業して留学するうちの約7割がアメリカを選んでいたそうですアメリカで2013年から発生した多数の司法事件は中共が海外で行う専任計画に関連しています その中でユー・シャオロン事件は当時の国家安全保障局のジョン・デマーズ補佐官によって技術研究開発の窃盗複製に関する代表的な事件と揶揄されました昨年の5月9日アメリカで選任計画に参加していたユー・シャオロンが商業秘密の窃盗経済スパイ活動詐欺などの罪で起訴され 判決で14年の刑を言い渡されましたが3年の監視付き等保釈金20万ドル約2700万円で仮保釈されましたユー・シャオロンは飲料管の内部に使用されるビスフェノール ABPA の塗料配合剤を盗み中国で新しい塗料会社を設立し中共政府から数百万ドル数億円の資金を得ましたその中には千人計画の報奨金も含まれています アメリカ司法省はユー・シャオロンの選任計画の申請書と裁判所に提出されたその他の証拠により彼女の目的は中国政府や三島省を科医し、中共自身が利益を得ることも含まれていたと述べています選任計画には外国人も含まれています例えばアメリカのロス・アラモス国立研究所の元従業員である トゥラブ・ルックマン博士は2020年9月11日に5年の保護観察と7万5000ドル約1000万円の罰金を課せられました彼は計算物理学の専門家で2018年6月6日に情報当局者に嘘をついたことが問題視され自身が専任計画に参加していたり申請書を提出したことを否定していました 元ウェストバージニア大学教授のジェームス・パトリック・ルイス博士もまた専人計画に参加した一人で2020年3月に有罪を認めました彼は石炭変換技術における分子反応の応用について研究していました2020年4月多くの専門家がアメリカの安全保障機関や司法当局から調査を受けたため専人計画は中国のインターネット上から突然消えました 3月4日、中国問題専門家の賀一藩氏は大紀元に対して、中共が海外での人材獲得計画を停止したことは今までになく、またこれからもないと思う。特に先進国ではそうだ。それは経済的派遣を築いて、東証成功という先制政治の派遣も獲得するための切迫した必要性があるからだ。 また西側諸国の盗難対策は完全に不十分であるという根本的な2つの理由を指摘しましたカ・イツハンシュは西側諸国は中共の人材獲得プログラムの危険性を認識しているものの信頼性のあるシステムによる防止策をまだ構築していない 紳士的な方法でならず者や悪党に対処しようとすることは、魚を求めて木に登ることであり、受動的で効果が低く、根本的に無駄なことである、と述べています。専人計画とは、中共の中央人材協調グループが2008年12月に提唱した、海外の高レベル人材を引き込むための計画の続称です。 中共の組織部は2009年3月海外の高レベル人材を引き込む専任人計画に関する Q&A で専任人計画以外にも異なるレベルの海外の高レベル人材に中国に戻ってもらい働くための計画もあるとしています例えば専任人計画の対象にはなりませんが中国に戻って働きたい人材は教育部の超高学者奨励計画中国科学院の100人計画 国家自然科学基金委員会の国家結出青年科学基金などのプログラムや各省自治区直轄市の人材誘致プロジェクトに応募することができるとされています中国の求人サイトボス直径によると郊科鍵社は2010年にイギリスのロンドンで設立され2017年と2019年に郊祖と石郊に支社を設立しています直接的に専任計画とは言及していませんが 郡材加寿社のウェブサイトには海外人材の国内就職への優位性の第1は政府が重点的な導入対象であり各種の財政的優遇措置人材育成政策を優先的に享受することができるとありますこの番組の内容は大紀元記者の李志成氏と王加寿氏の取材報道に基づいています